ヤッホー沙織です。ドラクエ10やっていきます。さて、峠の祠に行きたいと思います。はい、やってまいりました。峠の祠、久しぶりですね。ここ調べればいいんですか？開かない。ふにゅふにゅ、かわいい。おっかしいな、なんで開かないんだろう。そんな力ずくじゃ無理やと思うけどな。あ、その扉は力では開かないでしょうね。うん、じゃあ開け方教えてってば。うん、ドキドキ。姉様、連れてきました。また現れる。その声はラキですね。あ、現れたゼネシア様、お久しぶりです。美しいですね、相変わらず。遠方より来たりし客人としっかり仲良くなったのですね。私も嬉しく思いますよ。お姉様、はい、前から不思議な子だとは思ってたけど、女神様の弟だったなんて。ね、びっくりですね。ほんまやったんやね。姉様言うてたから。姉様、この者たちは星のオーラを手に入れてくれました。今ならきっと。はい、ええ、必ずや成し遂げてくださると信じていました。彼方なる世界より来たりし制約の子らよ、どうかその力をお貸しください。制約の子ら、我々のことですね。姉様を封印から解き放ってほしい。封印？お前たちにしかできないことだ。女神様封印されてんの？封印？今あなた方と言葉を交わしているこの姿は仮初めのもの。なんとなくね、なんか透けてるし。そうやんな、目の前にいるっていうわけではなさそう。本当の私はこの扉の向こう、禁足地と呼ばれる地にて長き眠りについております。うん、前にゼネシア様が言ってた古の戦いってやつのせいとか。まさか自悪と関連の 何かしらの戦い。まこと恐ろしき災いでした。我が父もあの戦いで。お父様はどなたなんでしょう。神なき世界がいかなるありさまになるかはゼニアスを旅したあなた方がご覧になった通り。なんか不思議なことが、なんかね、謎が多かったからまだいまいちわかんないけど、大変なことがいっぱいありましたね、本当にね。制約の子らのもたらす光にて目覚めることができた今こそ、私はこの世界を救いたいのです。我々がやってきたことで救えた。さあ、あなた方に授けた清風の結晶をこの扉へ。はい、なんか待ち望まれてたっていう感じがするねんけど。ほらほら隊長、西風の結晶だよ。そうですね、集めてきたしね。星のオーラが集まった西風の結晶を、はい、扉に捧げると禁足地へ行けちゃうんでしょうか。まあ、そんな流れやんな多分な。はあ、懐かしき星のオーラの輝き、どれほどこの時を待ちわびたことか。時は来たれり。扉に西風の結晶をかざし、ゼニアスに光をもたらしたまえ。なんかいきなりすごいプレッシャー与えてくんやけど。まあゼニアスも救っちゃいますか。いろんな世界救ってきたからさ、ゼニアスも救っちゃいましょう。女神様もね、なんか寝てるらしいわ、禁足地で。長き眠りについている。なんかアンルシアの眠りとも関連してたりすんのかな。はい、扉が開きそうですよ。
時計ちょっと。祠を抜けた先は禁足地ウォルド地方。ウォルド地方、その北にある大樹の鳥籠に私は封じられています。ウォルド地方、ウォルロ村、なんかドラクエ9の一番最初に訪れた村の名前、ウォルロ、ウォルド、ウォルロ、制服の結晶が導いてくれるでしょう。あなた方だけがゼニアスの希望、果ての大地、すべての民の者のため、どうか。いきなりなんかすごい使命を与えられた感じがすんねんけど。なんて神々しい、あの方がこの世界の女神ゼネシア様なのね。美しかったですね。ねえラッキー、大樹の鳥籠まで道案内を頼めないかしら。ついてきてくれるかな。無理だ、わかんねよ。封印の地大樹の鳥籠には絶対に近づくなと、ラキは父様からきつく命じられている。お父様グランゼニスやったりする。違うか謎が多いからな。ゼネシア姉様グランゼニスも頼んだ。はい、はい、いやー光り輝いております。あ、消えちゃった。あ、不思議。行っちゃった。行っちゃったんや。とにかく次の目標はその大樹の鳥籠という場所のようね。まずは扉の向こうへ行ってみましょう。はい、ラッキー君も扉の向こうに行ってないよね。あ、近づいたらあかんって言ってたもんね。消えただけか。うん、行っちゃった言うたから扉の向こうにさっき行っちゃったんかと思ったけど、まあ違うか。こっからは我々だけで進んでいくんですか。ウォルド地方やって、ウォルロ村の天使、あ、ウォルロ村か。ウォルロ村の天使としてね、ドラクエ9では物語が始まりましたけど、名前が似ている。ウォルドやったっけ、ちょっと待ってうろ覚えで、この音楽です。なんかさ、マップも似てる。気のせい、ちょっと見返してみたいですね、ドラクエ9の世界。でも音楽一緒やもん。え、かわいい。なんかピアノアレンジがいいですね。ウォルド地方はどんな土地なのかしら。ゼニアス西部の調査、スタートだよ。そっか、西部の調査か。はい、ちょ、調査、そうや、我々調査しに来たんですよね。ほんで、ああ、ちょっと待って、ズッキーニャ、そそ、気になりますね。はい、今日もフレンドさん、ユーニャンさん、パソルさん、よろしくお願いします。じゃ、この雑魚敵に関してはもうね、流術師時間かかりすぎて、準備にもう準備してる間に終わっちゃうことが、はい、多いんですけど、まあ、このまま行くか。よいしょドッカンドッカン、はい、倒しちゃいますね。よいしょ、倒しました。で、マークがついてる、なんやろう、城のようにも見えるけど神殿、なんかわかんないけど、はい、大きい建物を目指していきたいと思います。え、綺麗めっちゃ綺麗な世界なんですけど、なんか緑にあふれて、ここはなんかね、あのポルテちゃんの言葉を借りるならば、創生の力にあふれた場所なんじゃないかな。見て、大きいお城見えてきた。もうこのピアノアレンジめっちゃいいねんけどね、心地よいですね、このピアノの旋律で。この世界にもすごくマッチしているし、わあ、ワクワクすんな。これ何、聖子セニートって書いてあるけど、めっちゃでっかいよ。ここにも王国が一つ、でもちょっとなんかボロ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 と崩れてる屋根が、あ、そんな風にも見えますけど、はい、じゃあここに、たどり着いて開いてみればいいんですかね。入ってみましょう。あ、やっぱりなんか廃墟っぽいな、なんか暗いよね。屋根が崩壊した家とかがあり、ほんで女神像が中心に、木は生えてるけど大樹の鳥籠って感じじゃないね。ここじゃないのかな。どこのことなんやろな。人が住んでいた形跡はあるけれど、もう廃墟いう感じか。崩れちゃってんな。奥の家とかも完全に潰れちゃってる。あ、いたいた、隊長、
あの子たちに道を聞いてみようよ。ちっちゃいね、少女が2人。行こう。あ、少女と少年。あ、少女が2人。うんうん。井戸があるね。あ、鳥が。なんか待って、平和そうやけど。でもこの廃墟に暮らしてるってこと、廃墟ってわけでもないってこと。かわいらしい。おいで、一緒に遊ぼう。少女と鳥。何この急展開は。その子から離れなさい。何度か出てきたこの、なんかかっこいい狼みたいな、ね、オープニングにも出てきてたし。何？なんかオーラ降ってきたんやけど。キラキラ光る光のカーテンみたいな。何されてるこれ。うん、行っちゃったんですけど。あ、行っちゃった。あれ、行っちゃった、ね、え、トリガーの狼に化けた。え、分からへんけどその辺。びっくりしたね。あらららら、かわいそうに。え、誰なのあんたたち。まさか町の外から来たの。あ、一応そうですけど。あ、そっか、ここ禁足地やから人が訪れることなんてないのかもしれないね。はい、登録しましたよと。おい、話しかけます。あんたたち誰、一体どこから現れたの。はい、大樹の鳥かご。はい、どこにあるんでしょう。大きな鳥かご？ごめん、聞いたことない。それよりあの狼、もういないよね。この町の住人はね、生まれてから死ぬまで一度も町の外に出たことがないの。あいつに襲われるから。あ、あいつはたびたび登場してるってこと。そういえばデニサを助けてくれてありがとうね。あんたたちが来なかったらあの子狼に食べられてたかも。デニサは双子の妹なんだ。あの子ってば怖がりでさ、多分家の中で震えてる。よかったら会って行ってあげて。あー、よく訪れてる。ほんでこれ普通に町か。あれ、なんかボロボロになってた。ほらほら、なんかあれ違うか。あ、高低差で家が崩れて見えてただけ。あ、ん、うん、違うな。なんか別に崩れてる。あ、え、でも崩れてるよね、やっぱりこの家とか。あー、あー、まあでも崩れてない家もあるから、普通に人が暮らしてるってことなのか。はあはあはあ。あ、他の人もいましたね。はい、あんたらがどこの誰かは知らないが、娘たちはあの忌まわしき狼から助けようとしてくれたことは感謝する。娘さん、あ、あの双子のお父さんですか。旅人よ、聖子ゼニートへようこそ。休息を取りたいなら南にある空き家の2階で寝泊まりできる、自由に使うといい。よって、あ、もうなんか商業施設とかは存在してなさそうな感じか。ここの家入れそうですけど。はい、あ、人が結構いますね。 あなたたち何者なの。どうしてよその人がこの町に。まさか幻でも見てるのかしら。そう、生きてる旅人なのね。すごいわ、町の壁の向こうから誰かがやってくるなんて。ここは聖子ゼニート、神宿る滝、ウォルドの精錬から注ぐ聖なる水をたたえた湖の町。あ、なんか聖なる水、ウォルロ村。あ、ねえ、そうでしたよね。滝あったよね、ドラクエ9のあの村にもさ。古い伝承によれば、かつてはゼニアス全土から巡礼者が訪れる大きな町だったそうよ。今ではこの有様だけど。あ、そうですね、なんか半分ボロボロって感じやもんな。ほう、鳥や蝶々だけでなく生身の人間が町の外から訪れるとは、こんなこと生まれて初めてだ。いや、失礼した。私たち一家はこの廃墟の町、聖子ゼニートの最後の住人。はあ、私が子供だった頃はもっと大勢が住んでいたのだが、何年も前にみんな死んでしまってね。
だがそうか、町の外にはちゃんと暮らしている人々がいるんだな。それが分かっただけで嬉しいよ。ああ、なんか結構広い大陸やったけど、このウォルド地方で残ってるのはこの人々だけなのかもしれない。この町しか残されていないのかな。あ、いたいた、ちょっと隅っこに固まってしまってるわ、デニッサちゃん。ひぃ、もう町の外へは出ないよ。だから私を食べないで。めっちゃ怖かったよな。え、誰？そういえばあの時狼から私を助けようとしてくれた人だね。ねえ、あのリボンの女の人は もしかして私の代わりに狼に食べられちゃったの？大丈夫よ、メレアーデちゃん、ちゃんといるよ。ここにいたのね、サオリ。あら、その子もしかしてさっきの？はい、そうですね。あの時は本当にありがとう。私デニッサって言うんだ。メレチーよ。よろしくね、デニッサ。メレチー気に入ってもうてるやん、呼び方。さっきあなたたちを襲ったあの狼だけど、あいつは何者なの？私やお父さん、お母さんやおじいちゃんが生まれる前からずっと町のみんなを見張ってるんだ。時々町に来て守護天使様の像の前で、守護天使様、逃亡してる。多分町の外に出るなって脅してるんだと思う。あいつ私たちが町の外へ出るのを嫌がるの。だからこの町に生まれて外へ出られた人は一人もいないんだ。ひどい、どうにかしてあの悪い狼を退治してあげたいわね。無理だよ、あいつ何百年も生きてる不死身の狼だもん。それよりメレッチーって門の外から来たよね。この町の外に住んでるの？メレッチーたちこそ何者なの？はい、確かに自分たちは遠い遠い別の国から来た旅人なのだと説明した。もうそういうしかないよね。旅人って物語の中だけじゃなくて本当にいるんだね。いいな、旅ってすっごく楽しそう。ええ、とっても。あなたたちも大きくなったら外の世界を自由に旅してみるといいわ。いい、また狼に襲われると怖いから壁に近づかなければ何もされないし、この町のみんなのためにも早く女神ゼネシア様を復活させなきゃね、サオリ。デニッサ、私たちは大樹の鳥籠って場所へ行きたいの。この町から北の方角にあるそうなんだけど、何か知らないかしら？その場所は聞いたことないけど、町の北側には森が広がってるみたい。町の北に使われてない大きな門があるから、もしかしたらその門の向こうに。でも外には狼が。ありがとう、デニッサ。でも大丈夫よ、こう見えて私たちって結構強いんだから。うぃーですね。沙織、この町の北側にあるという大きな門へ行ってみましょう。よし、手がかりゲットです。ありがとね、デニッサちゃん。メレチ、もうすっかりメレチ呼びが定着。メレチたちが探してる大樹の鳥籠って場所は町の北側にある大きな門を出た向こうにあるのかもしれない。でも外は危ないよ、きっとあの狼が見張ってる。あいつ町の外へ出るのを嫌がるんだ。時々町に来て遠吠えするのも、外には出るなって私たちのこと脅してるに決まってるよ。どのこと？でもなんかこう光のオーラみたいなの降らしてきたやん。なんかこの町の人たちを守ってるようにも見えたけどな。どうなんやろうな。はい、本があった。旅するルルというボロボロの絵本だ。表紙は黄ばみ、色あせており、あちこち補修されている。ルルは小さな男の子、ふるさとを離れ子猫の耳と一緒に世界中を旅しています。広い花畑を通り、深い森を向けて山の向こうへ、浜辺の小さな村から船に乗って海の向こうの大きな町へ。今日はどんな町でどんな人に会うでしょう。どんな冒険が待っているでしょう。ルルーとミミは気ままに旅を続けます。あ、これさっきね、本の世界以外にも旅人っているんだってデニッサちゃんが言ってた、この絵本の内容のことかもしれないね。わあ、ほんまにあの家族しかこの町に暮らしてないっていう感じがすんな。家ももう2階なんですけどボロボロなんですよね。まあ、宝箱とかがあるんで探索をしっかりしてから行きましょうか。はい、廃墟にも本が置いてありました。古びた日記帳が置いてある。黄ばんだページは全て白紙だった。なんやろ、意味深。ああ、これは守護天使の像、ドラクエ9おなじみの、はい、口かけた天使の像だ。ずいぶん昔に作られたものらしい。ボルロ村の守護天使ね、ドラクエ9の主人公、はい、肩書きっていうか、なんていうか役割っていうかね、そんなスタートでしたよね、ドラクエ9は。さて、ではこの北の門を抜けると森があるとのことなんで行ってみたいと思います。ずいぶん長い間使われていなそうな古びた門がある。はい、開くかな。開けちゃって大丈夫？あ、よかった。おー、西風の結晶が光ったよ。
女神様のお導きだね、隊長。そうなんですかね。ええ、この門の向こうに大樹の鳥かごがあるに違いないわ。早速出発しましょう。そうなんでしょうね、きっとね。双子が来たよ。待って、メレチメレチちっちゃい子がメレチって呼ぶのかわいいな。街の外に出ちゃ危ないよ。あの狼がどこかで見張ってる。外に出たら襲われるかもしれない。心配してくれてありがとね。この街に子供は私たちだけ。お父さんとお母さん、おじいちゃんと誰もいない街に閉じ込められてる。だから私たちずっと古い物語の本に出てくる外の世界に憧れてたんだ。さっきの絵本ですかね。お願い、ずっとこの町にいて。町の中にいれば狼は襲ってこない。私たちに外の世界のこと教えてよ。そうやな、いっぱいお話ししてあげたいけどな。我々にも使命がございまして。隊長、メレチ、この子たちどうしよっか。帰ってきてからでもいいかな。ごめんなさい、二人とも。私たちとても大事な用があるからどうしても旅立たなきゃいけないの。でも心配はいらないわ。うちの隊長は世界中の誰よりも強くて頼りになるの。狼だってへっちゃらよ。へちゃらへちゃら。じゃあメレチ、私も連れてってくれる？それはちょっと危ないかな。ダメだよデニーさん。おじいちゃん足が悪いから私たちが薪を割ったり食事を運んだりしなきゃ。こんなちっちゃいのに働いてるのね。それにお母さんもお父さんも寂しがり屋だよ。あんたがいなくなったら毎日寂しくて泣いちゃうよ。そうだよね。ごめんねロイザー、私行かない。メレチ、また会いに来てね。まだ帰ってきたらね、いっぱいおしゃべりしようね。いいのよ、気にしないで。約束するわ、大事な用事が終わったら必ずこの町へ戻ってくると。メレアーデの笑顔、優しい。メレチーにこれあげる。なんやろ、お守りみたいな。ほら、守護天使のお守り。綺麗な細工ね。あなたの宝物じゃないの？すごーく昔におじいちゃんがくれたの。町の守護天使様の力が宿ったお守りなんだ。すごーく昔。聖なる力で悪い奴から守ってくれるんだって。あの狼にも効くかもしれないよ。え、この子たちは年を取ってないってこと？すごく昔におじいちゃんからもらった。なんかどういうことなの？ありがとう。それじゃあ少しの間だけ貸してもらうわね。絶対無事に戻ってきて返すから。そうね、ご加護いただきましょうか。ほんとメレチーっていいお姉ちゃんって感じだよね。ほんまやな。ええ、そうかもね。さあ、出発しましょう。北にあるという大樹の鳥かごへ。ちょっとクオードのこと頭によぎったっぽい顔してたな今な。いちいち切なくなるわ、なんかな。あ、そこまででいいからね、みんなね。はいはい、バイバイ。かわいかったな。はい、では、あ、大樹の鳥かご書いてあるわ、まさしく。では、行きますか。はい、というわけであっという間に着きました。この扉を開けばいいんですか？峠の祠にあったものと同じ扉が失礼てある。やって、同じ扉だったんや。確かに言われてみればそうかも。あ、待っていましたよ、沙織。私、女神ゼネシアはこの扉の奥に封じられています。西風の結晶をかざせば扉が開くはずです。どうか私を解放してください。はい、もちろんですよ。星のオーラで満たされた西風の結晶を扉にかざした。西風の結晶が宿す光が吸い込まれていく。大樹の鳥かごの扉が開いたようだ。開きましたか。光ってますよ。ありがとう沙織。さあ扉を開けて大樹の鳥かごへ。入れるようになったっぽい。開けましょう。
やってまいりました。祠みたいな場所ってこと、ここも。見て隊長、あの上に何、あー、女神様が眠っている。女神ゼネシア様だわ。制約の子らよ、どうか私をここから。どうしたらいいの。ずいぶん苦しそう。早く封印から解き放ってあげなきゃ。でもあんな高いとこじゃどうしようもないよ。どうやったら助けてあげられるのか。ん？なんか後ろに後ろに何かが巻き起こっているが。悪いんだ、悪いんだ、ここは秘密の場所なのに。なんか不気味なんですが。魔物が登場しますか、これは。誰も来ちゃいけない場所に。出た、わかりやすい魔物。こっそり忍び込む悪い子には。おいしい、置きされちゃう。おしおきしちまえよ。なんか笑ってまうな。何あの足のところ、なんか生えてたみたいになってたけど。鳥かごの番人、番人がいる。はい。ちょっと見た目若干面白いな。何これ、もにょもにょしてるけど、お花から生えてるみたいな感じにも見えるな。はい、今日もフレンドさん、ユーニャンさん、パソルさん、よろしくお願いします。魔物使い旅芸人のお二人、そしてホイミン、いつも通り連れてきましたよと。はい、このままドガンテルを打っていきたいと思います。遠くからこそこそと、私は今日も流術師で頑張っていきたいと思います。はい、ちょっと2連続で打っていって、超暴走魔法陣もこうやって引いてと。これで大体の準備は整ったが、またいい感じにバフをかけていきたいと思うんですが、レボルが入ってるので、ここで大きい呪文をぶっ放していきまして、オッケーオッケー、私タゲじゃなければこそこそとどんどん攻めていけるので助かりますよと。よいしょ、あ、いいね、暴走していく、いい感じにダメージが与えられてるんじゃないでしょうか。ドガンテル、今日もあのドラゴラムしたいですね。はい、なんかバージョン7のボスはいつも HP が高めなんで結構時間かかっちゃうので、はい、エレメントブーストもブーストもかけていく。はい、ほいで、アリュウの脈動も使っていってと。よし、これで準備万端でしょうかね、でしょうかね。はい、霊脈魔法陣とかも、あ、なになになに、大丈夫、私大丈夫だから、まあ、動けないんで私、すいません、ここから。私も鳥かごに囚われたみたいな。ここから一切動けませんので皆さんよろしく。あ、これ大丈夫かな、かわせるかな、若干当たってそうな感じ。あ、大丈夫か、あ、やっぱ当たっちゃった。まあまあまあ、そう、大丈夫。最下の陣が出たんで引きたいと思います。ここで霊脈、あ、ちょっと待って、結構ダメージ食らっちゃった。霊脈魔法陣とかも、あ、ゾーン来た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 、ドラゴラム、あ、これまた食らうよ、ヨグランで。でもそんなに大したことはなかったから。よっしゃ、受けるダメージも大きくなったから、ここ一気に行きたいですね。よいしょ、あいえ、ちょっと最下の陣に乗っといてください、お願いします。あ、消えちゃったかな、場所アタックって何。まあドラゴラムかかってるから、まあまあ大したことはないでしょう。はい、もうこのままどんどん攻めていきたいと思います。押し切っていきましょう。で、 HP も高いから問題ないでしょう。おいは、フラシでフラしていく。よいしょーこれはこの後時間差で降ってくる感じかな。あ、そうそう、あ、で、強いね。お岩フラッシュが一番強いかもしれない。ステールスイングはひるまない敵にあってもあんまり、どうなんでしょうね。なんかまあチャージ技、溜まったチャージ技から上から順番にどんどん使ってるけど、いつもこれでいいんかよく分かってないです。はい、サジンブレス、結構これ何気に強い、サジンブレスを。あ、もう赤文字です。はーい、楽勝楽勝。わわわわ、何、あ、ドラゴラムが解けました。もう一回ここからバフをかけ直していくのはいささかめんどくさいんですけれど、はい、これちょっと陣を引いて、よいしょ、そんなしてる間に終わりそうではあるが、よいしょ、ほい、よこ、はい、皆さん全然なんか誰一人亡くなることもなくね、 HP ゼロになることもなく順調順調戦っていけておりますよと。このドガンタロスを使っちゃいますか。よっこりしょ、ドンドッカン。はい、竜の脈動も出てたな、使ってって、
よいしょ。どうなんですかね、龍術師。なんか準備に時間がかかるところが、使いにくいっちゃ使いにくいけど、ま、強いっちゃ強いような気もするしという感じ。まあ、魔法使いと似てますね。まあ、ちょっとゾーンに入ったらちょっと嬉しいなみたいな、ね、ドラゴンの姿になれるのは、なんか純粋に楽しいですけど、よいしょ。はい、まあ、でもちょっとそろそろ別の職業にしてもいいかもねっていう感じ。はい、龍術師なんか分かってきたっていう感じします。はい、ありがとうございます。あ、びっくりした。すいません。どうしてオイラが負けるんだ。なんかすいません。なんだお前たち、何、制約の子だったのか。あ、女神様と同じことを言い出した。何何何、怖い怖い怖い、何、あ、どっか行った。ちょっと、いまいちよく分かんなかったけど、お花が消えちゃった。制約の子だっけ。女神様にもそう呼ばれたけど、どういう意味なんだろうね。ね、いまいち深い説明は受けてないんですけど。幻ではないのですね。とうとうあなた方がここに。めっちゃ待ち望まれてたっていう感じ。こんなにも晴れやかな気持ちになれたのは久方ぶりです。それは良かったです。なんか木が逆から生えてる、空から木が生えてるみたいな感じになってるけど、どういう状況これ。西風の結晶、星のオーラを捧げてくださいませ。そうすれば女神様は助かるんですか。ワクワク。沙織は西風の結晶に集めた星のオーラを捧げた。おー、浮いてった。光り輝きまして、あ、これで女神様が解放されるのでは。どうですか。ああ、神々しい。生の、はい、生の女神様です。生ゼネシア様降臨。もうまさしく降臨という表現が似つかわしい。あら、まあ、何万年もの間この時を待ちわびていました。何万年。私を解き放ってくださったこと、心より感謝します。思った以上に長い年月経ってたわ。何万年。ゼネシア様、ありがとう、優しい方。あなたはお二人の仲間でしたね。あ、この人はメレチーです。私と隊長と一緒に調査隊してるお姫様なんだ。メレアーデ、メレチー。まあ、メレチーですか。少々風変わりですが、とっても素敵なお名前なのですね。メレチー。その、今のはポルテちゃんがつけてくれた私の愛称で、本当の名はメレアーデと申します。はい、お上品なお辞儀。そうだな、女神ゼネシア様は女神様にまであだ名つけちゃうの。姉様、ね、これで決まり。ラキ君が姉様って言ってたから。で、ゼネシア様の私は姉様ですか。いい響き。気に入ってくれたわ。可愛らしいお名前をありがとう、ポルテ。あれ、ポルテちゃんって自分の名前。さすが、女神様は心が広いわね。そうか、ポルテちゃんはあのなんか燃焼体みたいな姿で会ってる、会ってるか。ゼニアスに生きるすべてのもののため、この鳥かごを後にしましょう。はい、あなた方と共に。はい、ゼネシア様、ゼニアスに神様復活です。これでなんか各地のなんか謎が解明されるっていうか、普通の状態に戻るっていうか、なんていうか、そうなってくれたらいいんですが。あら、私たち部屋の中にいたはずなのに。バビューンって飛ぶの気持ちいい。
ありがとうお姉様。ポルテちゃんはなんか緊張感がガクってなくなるね。いい意味でも悪い意味でも。さて不安そうですけど。大地に満ちるこの気配、数万年の眠りを経ても世界を蝕む呪いは未だ消え去らぬとは。呪い？ゼネシア様、その呪いというのはもしかして。ええ、あなた方の世界に広まりつつあるかの災いの源こそが、果ての大地ゼニアスを蝕む恐るべき呪い。喪失の呪いが消えぬ限り、ゼニアスもあなた方の世界も決して救われることはないでしょう。つながりましたね、喪失の呪い。これは制約の子であるあなた方にしかできぬこと。ゼニアスに満ちる喪失の呪い、その源を断ち切ってくださいませ。ゼニアスの喪失の呪いを解けばアストルティア、ね、お母様も助かるっていうことですね。そういうことですね。聖子ゼニートより川沿いに遡り、はい、西のウォルドの精錬を目指すのです。反対側かな。そうかも。姉様、どこ行っちゃうの？女神としてのお仕事があるんじゃないですかね。神様といえば空から見守ってるっていうイメージやもんな。ゼニアスを守護する神として、長き眠りの果てにこの世界がいかなる姿となったのかを見定めねばなりませんね。数万年寝てたからね。我が民と大地の現状を確かめたなら、すぐに私もウォルドの精錬へ向かいましょう。それは心強いです、ありがとうございます。メレチーポルテまた後ほど。メレチ定着しちゃった、はい、姉ちゃんはまたね。姉ちゃんはいいな、かわいいかわいい。ポルテちゃんムードメーカーやな。ウォルドの精錬って遠いのかな。もう私ヘトヘトだよ。そうですね、ウォルドに来てから全然休憩も何もしてないもんな。隊長、今日は疲れたから聖子ゼニートで休んで、出発するのは明日にしようよ。そうね、双子の少女たちともねお話ししたりとかね。あ、そういえば、まあ、デニッサとロイザに外の世界の話をしてあげる約束だったわね、うん、めっちゃ喜ぶと思うわ。聖子ゼニートの南にある空き家なら自由に使っていいって言ってたわ。一旦町へ戻りましょう。そうしましょう、うん、そうしましょう。はい、というわけで女神様復活、やったー。これで問題の半分ぐらいは解決したんじゃない。あとはなんか女神様がどうにかしてくれそうな気がするけど。で、喪失の呪いね、このゼニアスの呪いを解けば、ね、アストルティアで消えてしまったマローネお母さんたちも元に戻してあげられる。あとアンルシア、うん、眠ってるアンルシアの謎も解けたりするかな、はい、というわけで続きは次回やっていきたいと思います。今日見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。